はい、マップポーラスに変わっております。はい、設定もちょっと変わりました。なぜかプレイヤースピードがちょっと速かったので、さっきの試合、キャラクターのスピードを1倍に戻してます。ちょっと遅かったらまた随時いじります。はい、はいはい、じゃあ開始します。お願いします。お願いします。みんな殺すぞ。インポスターじゃん。よし、マップが変わりまして、ファンキーさん次釣った方がいい。あ、いや、小島さん釣った方がいい、マジで。なるほどね。いや、でもこれでも我々だ。あー、マジか、小島さんやったな。ファンキー、はい、はいはい、おー、インポスター。とりあえずバンバン扉閉めとくか。ヒラ君とね。こっちか。これだけやって、もう。よし。この停電はちょっと、難しいかな。やっちゃってもよくないこれ。どうしましょうかね。よいしょ。ファンキーさん。上に。ベラスさん。いや、これむずいな。あ、やったか。やばい。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。まあ、O2 で、はい、ファンキーの死体があって、で、その O2、俺が。O2 は俺、折ったよ。うん、俺も折ったね。あ、O2 の下、ごめん、O2 の下の。ボイラーの上、左上の部屋。ちっちゃいとこ、ちっちゃい部屋か。そこめっちゃ人いたよね。めっちゃいた。めっちゃいてて、で、その、その部屋から出てきたんがヒラッチなんよ。え、俺？うん。わ、ほう。俺とジフさんらは、その右側で、タスクやってたのかな、わらわらしてて、で、そっから、左に俺が向かった時にヒラッチと、その部屋から出てくるヒラッチとすれ違って、その部屋に入ったらファンキーの死体があったっていう感じ。あ、なるほどね。それさ、俺がすれ違ったのを確認してからセルフレポートしたっていうパターンはない？まあある。うん、当然ある。これフォクローラでいいと思いますよ、僕と課長さん。結構おったよね、確かに。 あそこは、あ、俺もじゃあヒラッチと。とりあえずだ、あの辺におらんかった人は誰？はい、多分そこで死んでたなら小島店員と僕は違いますね。小島さん、小島さんは、そこから出てウェポンの方に2人で、ウェポンの方に、あ、オッケー、移動してたんで。俺、課長、ヒラ君、セラスさん、藤君も、僕もここら辺にいました。ジン君さんは、あの左の方に行ってないので、藤君は違う。だから、まあ、ただ2人のうちのね、片方の犯行だから、もうローラー？いいんじゃない？人数いるし。どっちからよ。じゃあ、ますか？じゃあ、ラヒーからでいいんじゃないか？じゃあ、まあ、ひらひらくから。いいですか？でも、はい、わー、課長さんが言ってほしいな、僕は。まあ、どうせやるから、大丈夫。そうだね。はい、お願いします。え、じゃあ、またすぐ議論ってこと？どうせ追いつくことやね。これは。すぐ追いつく。ローラー回避だけお願いします。はい。はい。はい。いや、厳しいぞ。はい、はいはいはい、じゃあ一思いにやってもらいましょうか。まあ押しましたけども、まあやった方がいいんすよね、きっとね。そうだ、ローラーはね、それが前提になってるんで、まあそうだね。じゃあ、はい、そのローラーされる身からして、あの一言だけいいですか？はいはい、もう一人は俺はミカル君やと思います。なんで？もう一人をどうやって推理するの、それって。ヒラッチのローラーというか、ヒラッチを釣ることにさっきの会議で、
反対してたっていうか、あのな、納得じゃないけど、難色を示してたと。難色を示してた。普通に開く。あれ、そうだったっけ。そうだったっけか。のようなイメージを俺が思っただけかも、ね、まあ、そんなでもなかったですけどね。うん、じゃあ、そうか、僕、毎回黒塗りされるのは、なんか初めて。はい、じゃあ、まあ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 、とりあえず。まあ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 。ごめんやで。俺はまあ、俺はじゃあ、じゃあ、入れようかな。うん。ミカル君、疑ってごめんね。あの世で待ってるわ。怖いな。怖いわ。あの仮面やめてほしいねんな。じゃあね。はい。すがすがしいな。はい。そういえば下行けてなかったんやなみたいな感じで行くか。あれ、おお、開いた。もっと遠くに行ってから。リアクターかなんか。これと。どうする？こっち行くか。いやでもこれでまた俺がキルしても、するか。よし。で、あれが見つからんかった。あ、見つかった、終わった。これはもう分かったよね。誰かな、誰か分かんないけど分かったよね。誰や。どんな、え、藤君できるかなこのタイミング。いやちょっと難しいけどね。難しいからね。うん、これは、はい、トットさんでしょ。俺、そうです。うん、はい、あって俺とミカル君と小島さん左のリアクターやって、うん、右行ったら右のリアクターの目の前で、はい、トアポンが流れてたと、うん、待ってました。なるほど、みんな仕事ぶりがつながったんで藤君ではない。3人、うん、3人おったんやね。おったんや。知ってる。え、どういうこと、どういうこと。知ってる。知ってる。なんで、なんで。いや、早まった。いや、ワンチャンあれの発見が遅れてくれればと思ったんやけど、いや、すぐ行ってもうたな。あー、そうだね。ナイスでーす。よしよしよし。潔かったな。いやー、つらいな。最後、なんとなく5人集まってたから、僕かけたら見に来てくれると思ったんですよ、でも今の。いやー、トシちゃんごめん、ほんと。いや、しゃあない、しゃあない。いやもうさ、ファン君がさ、小部屋にいるからここ誰も来ないべって感じちゃったんだよね。いやそれいっぱいいっぱいおったのになと思って。ワンちゃんここそう来ないと思ったんだけど、館長さん来たからね。来るねー、ね、失敗したね。じゃないじゃない。ローラーで課長落とすまで行ったんはすごかったよな、あれ。まあね、うん、ローラーでピラノさんがすげえ僕に黒塗りしてきたから怖かった。そうっすね。もうね、完全にもう課長さんナイスって思った、もう黒塗りしたけど、争えやん。そうそうそう。争わないのよ。毎回セラヒラのが黒の塗り合い。なんか喧嘩すんだよな。面白いわ。なんかさ、お互いやってるみたいになってるけど、僕塗ってねえから。確かに。そうか。一方的に絡まれてるんだね。一方的に絡まれてるのか俺。待って。でも須田さんがちょっと黒っぽくなったおかげで、藤君と須田さんが左行った時に、じゃもしかしたらと思って。うんうん、左行ったんで、あれ多分右行ってたら栃田さんの犯行なかったんで。ああそうだもん。そういう意味では栃田さんが黒っぽいの逆に良かったなっていう。それとわこさん小島さんのどっちかはキルせなあかんと思ってて、はいはいはい、うん、だからあそこほんまワンチャンであの後死体がしばらく見つからんかったらよかったんやけどな。いやでも確かにタイミング的にはちょっとやばいかなと思いました。見つけるんだものな、もう見つかってたらしゃあない。もう富士がしっかり確認するの見ちゃった、終わったおかしいな。コウジーかな、帰ってきてないの。あ、ごめんごめん、はい、あ、うん、はい、じゃあ、はいはいはい、全員服も着てるね。はい、はい、
いや新マップになったら一気に分からんくなるなこれ。難しいよね。むずい。いやでも楽しい。お願いします。お願いします。どうしよっかな。でもやっぱこれ頭とかんとほんま危ないな。広いだけに。で、死んだ時に、他の人の、せめてこう、ヒントになる死に方せなあかんもんな。小島さん、とわこさんで、死んでんずっと見とこ。おーしょ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 。これは、あ、ん?これは、とりあえず。早い。もしもし。小島さん、もしもし、小島さん、はい、僕もね、目の前にいました、目の前に。え、僕も見ましたよ。トシちゃんのね、死体の目の前にいました。どこ?僕もトシちゃんの死体なんですよ。え?あのね、心電図の前でね、死んでました。そう、オフィスのとこおったよね、今ね。おりました、おりました。心電図の前。え、トワポもいたの?いや、僕はいなかったんですけど、その、いたのを見てました。僕はあの電気消えた時に行きました、左上に。から見てないんですけど、うん、僕は。この間誰かこ、停電中に見つけてるよね、死体。え、停電誰か。停電中に見つけたんですけど、あの小島さんがリポートしました、心電図の前で。はい。はい。うんうん。なるほど。色何色かなと思って確認した時にリポート来ました。なるほど。一回出て戻ったら死んでたんで、うんうん、おっと思って、そしたら。ね、なんで戻るんや小島さん。うーん、誰かついてる。容疑者的には、まあ、容疑者はあの、うん、僕と小島さんなんですけど、うん、僕は小島さんが殺して確認した説をあの指示したいと思いますって自分で言ってんだ。まあ、自分で今はそう言うしかない。急に入ってくる。そうなるよな。二択なんだよな。二択なんですよ。二択。じゃあローラーする。それって停電やったから見えなかったけど実はもう一人いたってことはない。そう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 。ああ、それもあるのか。もう一人。うん、なるほどね。でお互い殴り合ってる可能性。うわ、それ最悪だな。あるから。これはやばいかもしれない。じゃあ僕小島さんと融合しましょうか。そうね。それ言ってください。融合しましょう。ああ、じゃあ一回で僕どちらか死んだらまあね、どっちかが。はいはいはい。どっちか死んだら。あ、じゃあ釣りなしでいいのね。うん、じゃあスキップしますか。まあ、ローラーしてもいいし。はい、うん、いや、まあ、でも。てか、こじひらさ、最後誰かすれ違ってないの?この両名。停電やったからな。あの、社長さんが停電前にすれ違いましたね。停電前。オフィスの手前で。あ、うん、でも俺、それ、あの、停電になったから、エレクトリカルの方に向かってるから、心電図。多分左でそのまま行ったと思うんですけど、心電図は、あれです、うん、僕右、あの、左側から侵入して行きました。はい。すごいか。うん、ちょっとじゃあ平君一緒に行こう。行こう行こう、融合しよう。いや、停電前で言うなら俺もおったしな、オフィス。停電強いな。了解です。今のタイミングで無理か。もっと自分がインポスターの時は停電のことを信じてよさそうやな。とりあえずタスクやろう。融合してないやん。そっか、停電やからか。いや、これはまずいね。あんな堂々とやられて、これで2人キルされたらもう無理になっちゃうよ。あ、死んでない。はいはい、パパとはぐれちゃった。あの、僕もすごく思ってました。小島さん。僕もはぐれたんで、怖いから、あの、課長と一緒にいました。いや、ちょっと待って、ね。停電中は、なるべく動かない方がいいです、ペア組んだ時は。うん。はい、でも。いや、まあ、怖いんで、うん、俺と一緒にいましたじゃなくて、俺は孤児にかなり追っかけられてるような気が。俺もでも、なんで孤児、平野課長と一緒にいんのと思って、俺ついてたもん。ね、俺勝手に一人でどっかに行ったと思われて、誰かここで死んでたら、
俺が絶対クロって思われちゃうから、あなるほど、もう今までカチョいたと思うからずっとカチョ後ろからついてた。俺は気が気じゃなかったよ。そうだよね、この隙はないから全然。それ壊したらカートルクロになっちゃうから。でもちょっと何とも言えないな。まあ、ちゃんと手伝いで。すみません。うん。すみません。ちょっと、はぐれちゃったんで、ちょっとね、あの、うちの家族がご迷惑おかけしました。謹んで、申し上げますよ。飲むよ、しっかり。パパのね、手綱を引いときますわ、ちゃんと。キラ君が、その、通報使ってまで言ってるのは白さ。そうやね。だから、やっぱ、この人釣った方がいいですよ、小島さん。わかんない。ついたけ。第三者がいたかもしれない。じゃあ一緒にタスクしましょうね。うん、ちゃんとね、手伝いでね。そうですよ。うん。あと一人誰やろな。静かやからファンキーさんちょっと怪しく見え感じるけどな。よし。早くタスク終えて見学モード行こう。よいしょ。はい。オッケー。あとは1分後に見に行くだけ。いや、これはキル怒ってんちゃうか。裸のやつを追わない。いやー、どこで潜伏してるんやろな。まあ、行動を起こすならもう一人の誰かやんな。まあ、ファンキーさんじゃないかなと思うけどな。よし。ほい。OK。お仕事終わり。さあ、リアクターや。うん、うん、うん。お、じゃあ左はファンキーさん？おー、あ、じゃあ、これまだちょっとわからんようになるな。ちょっとファンキーさん気になるな。どうやろう。課長はなんか、ああでもなんかやってる風やな。あれじゃあ誰や。もう一人は生きてる。まあ小島さんが身動き取れへんからな。次の。あ、しくんしんどる。これは。これは。あ！これは。あそこは映らへんのやな、アドミンに。あの、除染室みたいなやつは。へぇ。とわこさんか。うわ、じゃあ俺、トワコさん、インポスター二人と神殿図のとこおったんか。それはもう、引きが、引き弱。そりゃ引き弱やわ。まあ、小島さんは手出さへんやろう。これはボタン押すかな？押すんちゃうか？死体消しに。押さない。うわぁ、どうなるこれ。ふじくんの死体のとこまでは、イラ君ら行ってないんやな。もう、ここに死体がありますよ。ここに。すぐそこに死体があるのよ。怖いなぁ。怖いなぁ、藤君、これ。これ怖いね。こんなとこでね、まあ、綺麗な死体にはなるやろうけどね、ここやったら。おーい。おーい。タスクはいいよ。タスクはすごい行ってる。でも、ここで釣れるのかなぁ。あ、でもよかったね、よかったね。結構時間経ってたから、うん、何人か死んでんかなって思ってたけど、うん、自分だけ。と、富士死んでるの結構前です。
心電図見てたんですよ。でちょっと場所だけ特定したかったんですけど、あ、はい、どこで死にました、死んでました、除染室、上除染室、上除染室、あ、なるほど、除染室、あ、上の、はあ、うん、なるほど、あのそこの、まあ大前なんか、大前なんか、じゃあさっき俺とファンキーはメッドベイにいたので、イエース、いつか分かんないですけど結構前ですね、僕も死んだことには気づいて結構探し回ってたんですけど、あの俺タスク全部終わったんでついていきますよ誰か、あれ釣れなさそうやな、僕もあと標本室のタスクが残るだけで、あとは、うん、まあ、標本室ので続きがなんか他であるかもしれないけど、トワコさんが浮いてるはずやねんけどな、うん、ぐらいです。ラボに行った人ってラボ通ったことある人います？ラボ通っただけで言うと結構通ったかな、まあ、そっか、まあ、通るか、最新で言うと僕とピラノさんがそこら辺にいたけど、多分最近の犯行じゃないんだから、うん、そう、ちょっと前なんですよね、うん、なんで今のところトワポンとファンキーどっちか怪しいかなって思ってる。で今一人しか殺されてないから、あのやっぱ小島さんも黒かなって僕の中では、えらい、はいはいはい、封じ込めれてるんで、はい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 、そしたらもうヒラ君もそうなりますよね、うん、だから、まあまあまあ、どっちかどっちかになるけどね、ファイターさんがいなければ、うん、オッケー、じゃあファンキーです、はい、メッドベイで行く手前までも課長とずっと同行してました、うん、でエクトリカル停電した時も、うん、セラ・ヒラのファンキーで動いてました、うん、でそっからセラ・ミカルとはところどころちょっと距離離れながらもヒラの課長ファンキーで、じゃあ行けるやん、トワコさん、ずっと時間ないよ時間ないよ時間ないよ、基本的に犯行も絶対できないし、時間ないよ、僕もヒラの課長、時間ないよ、白く見ています、時間ないよ、時間がないのよ、ダブルキルで終わんのよ、これスラント、ダブルキルで終わる状況じゃないですか、大丈夫ですか、終わる終わる終わる、押します、次押します、はーい、はーい、ひゃー、小島さん、誰かミュート、いえ何も言うてなくてよかったけどな、いやーこれダブルキルで終わりやからもう終わるぞ、終わるぞよ、あーでもまあまあまあでもまだわからんな、これでフォアコさんがもうキルしてたら、あ、ボタン押せた、はい、ナイスボタンです、あーヒラ君死んでる、まあはい、ファンキーと俺目線から言うと、ファンちゃん、俺、ミカル君はもう白いと。で、え、ヒラチ死んでる、うん、じゃあ、コジーやん。うん、僕はコジトワでいいと思う。あ、いけるいけるいける。コジトワだね、コジトワだよ。ヒラチが、あの、ヒラチが左のリアクター直しに、直してたの見てるし、で、小島さんもその時一緒にいてたんですよ。だから、その時にヒラチをやったんでしょ、うん。実はこのキルはだいぶありがたい。じゃあ、小島さんでいいのね。最初から、コジーからいきましょう。はい。はい、え、あれ？いや、そうそうなりますよ。あの普通にひらちが死んでんだから。あー、殺しやったよ。すごい顔だったね。自白？気持ちよかったよ。俺気持ちよかったよ。ちょっとごめん。あれでもちょっと。え、ここでゲロルトさ、おのずとまた次も見えてくるじゃない。ライン通る。イエス、あかん言うたのに。いやでもこれでもまだ分からへんのよな、どうせボタン押せへんからまだ分からんよ、あ、押せたわ。自分で押したわ。どういうつもり、どういうつもりや。どういうつもりや。わっさ、聞こうか聞こうか、なんで押した、なんで押したの、なんで押したって何、え、ん、え、なんで押したって何、もう俺らの中ではトワポンと、え、それってなんで、あのファンキー
とセラミカルとピラノは結構一緒に行動してて、でもう一人犯行が可能な人間はターポンしかいないんだよ、ね、それってジョージですか？だって僕あのミカルが一人で歩いてる時にたまに一緒にいましたよ。お、まあ、たまに確かに僕も割と自由には動いてた方だけど、あこっちの方がチャンスあんのか。でも崩れるほどの時間じゃないんじゃないかな。っていうか僕が一人で歩き回ってたのってあの富士が死んでることに結構序盤に気づいてるからなんですよ。でも死体探し回ってたんですよ僕。ああまあそう言ってたね。うん、ミカ、まあ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 ちょいちょいミカル君もはぐれてたことはあったけど。おお、そうそう、で女戦士か、女戦士で死んでたよね、ジフさんは。らしいです。僕は発見できてないです、うん、じゃあまあさすがにトワポン先でこの後僕でもいいけど、そう、そうしてくれないとせめて。ははは、でもそれが手堅いよね、そのファンキーピラノ視点からしても。うん、そこに残り3人がジョージ一緒にいたのであれば別にそれでいいんですけど、ほう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 、っていう僕視点からやと。なるほど、ファンキーピラノは崩れないよね、その2人の結束的には絶対崩れない、うん、だったらさすがにトワポン先が守ってくれるなら別にその後ロールある。なあ、まあそれはいいです。わかりました、そうしましょう、そうしましょう。そうか、3人で行動してて、さてこれで見つけたのをキルしてセルフリポートありか。いやでもだいぶ前に死んでるっていうことやから、あ、じゃあやっぱあかんな。おい最後のやったやん、ナイスナイスナイス、こ怖っ。いや3人ナイスマジ、ちょっとヒヤッとしたよね、ちょっと揺れた確かに揺れた、ワンチャンあるんかと思ったな。そう、俺トップに殺されてんのに、あれそうなんじゃないかと思った。こじこじやってたか。やってましたね。やってたか。やってたんですよ。いやもうここしかないかなと思ってパシューンしたらプーった瞬間にもうミュートを切るのを忘れるぐらい画面まで放出しました。いや、いいところで死んだな。いやあそこちょっとカットになすりつけようかとも思ったんですけど、うん、あ、完全ファン君と歌唱がラブラブになってるんで、つけてもそれもダメだと思います。そうやな、ちょっとほぼ積んでるとはいえ今回ちょっと自白する人多すぎませんか。ちょっとね、表現中だからな、コジ表現上な、いやもうインポスターしすぎて頭が狂ってきました。またかと思って、またかって、僕もまたかってました。これはもうなんかもうどうしようもない偏り方してるな、もう。コジが連続でね、そう、今もう8回目なんですよ。マジ？そんなやってた？俺今までのトータルでそれぐらいやで。だんだんコジーのキルが雑になっていってんねん。嘘つくのが嫌なんですよ、もう。正直に行きたいの、もう。そうだね。なんで僕だけこんな話しなきゃいけない。